人に来てもらう、そしてメルマガ公式 LINE につなげていく、まあ、メルマガがいいと思うんですけども、まあ、このですね、仕組みを作るっていうのが何より最優先になると思うんです。これが儲かる稼げるビジネスになってきます。で、海外移住ご希望の方はですね、稼げるインターネットビジネス仕組み化の作り、仕組みの作り方ですね、はどういうふうにすればいいんでしょうかということなんですけども、まあ、お金をかけずにできるのがインターネットビジネスのいいところで、まあ、実質固定費は通信費ぐらいですよね。月3000円とかそんなもんですよね。お店店舗とかそのオフィスは不要ですね。もう在宅でこういう形で、まあ、僕みたいにこういう、日本にいなくてもできるというところ で仕組みの作り方っていうのはそんな難しくなくて、まあ、サイト記事で文字で書くのが、全く苦でないという方はサイトでもいいんですけども、まあ、SEO やっぱりそれなりに本音ことというかですね、なかなかスキルとしてもですねハードなところがありますので、 YouTube のこう短編動画がいいのかなというふうに思います。ですのでYouTube でですね、1分ぐらいの動画で集客して、そこからメルマガ公式 LINE につなげて丁寧にコミュニケーションを取っていく、そして何を望んでいるのか、望んでいるものを、サービスとして提供するっていう、まあ、この流れが鉄板になっています。